ローマ時代のアゴラ前景ローマ時代のアゴラとは、ギリシャアテネのパルテノンの丘北録にある古代、ローマ時代のフォルムである。古代ローマ時代の故障は分かっておらず、現在ではカエサルとアウグストゥスのアゴラと呼ばれることもある。ギリシア時代のアゴラが手狭になったために、その東隣のこの場所に作られたもので、奥行き82メートル幅69メートルの長方形の広場は、 イオニア式の中廊で囲まれ商店などが入居していた。フォルムの入り口は東西2箇所あり、西側のアテナアルケゲテス門の後ろからは皇帝ハドリアノスが定めたオリーブオイル売買に関する法律に関連した気分やオリーブ絞り機の台などが見つかっており、この付近でオリーブオイルの製造・販売が行われていたと推定される。ローマ時代のアゴラは ガイウス・ユリウス・カイサルが資金を提供して建設を始め、初代皇帝アウグストゥスが BC12 年から AD2 年の間に完成させた。2世紀には広場の床が大遺跡で舗装された。芸術と歴史の国イギリシア日本語版。 p20 ローマ時代のアゴラブックス .google.co.jp スラッシュブックス、イスぶんイコール88億8029万7090アテネの見どころローマ時代のアゴラとかゼノと http コロンスラッシュスラッシュ www.mesogeia.net スラッシ、ね、ュアテネスラッシュプレーシズスラッシュ ro m a n a g o r a スラッシュ ro m a n a g o r a t o p dot html ありがとうございます。